我が食会に一遍の食いなしと言うとでも思ったか。おいしょ、おやすみなさい。うわー、そのままどっか行くんかい。行かせるか、ボケーにゃろー。ということで、ここからやっていきましょうか。バイオザード楽して頑固ツアーイエーイ、ガン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 。というわけでね、ダンサー一回やってまいりましょうか。レオン S ケアナディ君でございますね。で、アイテムはこんな感じ。はい、じゃあ、ってことで下に降りていきましょう。チーン。はい。で、前回ね、なんかね、もう、クレア編と違ってね、もう、サックサック、ワクワク、ドッキードッキーっていう感じで、まあ、どんどんね、エリアがね、開拓されていくってことなんですけどね。まあ、仕方ないですね。まあ、やっぱりエリオンね、使い回しでね、もうね、男が紹介するか、女が紹介するかって言って、やっぱり、女の子に紹介していただきても、パフパフって、どういう意味かね、パフパフなんていうこともね、あったりするんですけど、まあ、そんなこと言いながらね、ベラベラ喋ってやっていたりするんですが、まあ、やっぱりね、まあ、同じところで、別のキャラクターがね、ぐるぐるって喋ったところでね、発見できることって同じですからね。だからやっぱり使い古しされてないかな、どうかな、マンダム、なんていうことをね、言いながらね、ペラペラってやっていこうということで、はぁ、マグナムが、本当のマグナムになりやがった、通常版マグナムと、そして、それから、これはパート外すとね、これがやっぱりね、平常時ですね。で、血液が固まりまくったってなった時に、組み合わせると、こうなって、はっ、本物のマグナムになるって。いいね。さあ、こんなこともね、やっていきながらね、どんどん手帳さんがやっていきましょうか。で、今回なんですけれども、変態ゴリラ親父さんが来るというね、通称メタボヤジンというわけなんですけど、これ爆発でドゥーンと焦げて散らかしてさよならーということなんですけど、ほい、僕って言うと、どうなるもしかしたら影だけなのかもしれないですけどね、まあ、この爆発でね、なんともならないということだったら、あれと思って、なんかここで、なんだとか、なんかふんにゃんとかね、会話を確かペラペラ言っていくんじゃなかったかなと、そんな気もしたんですけどね、ところでね、こっちの方にね、こう、これな、あれなんですよ、あそこから降りてくるんですけど、あんなところからね、鉄パイプ持ってね、隙間から降りてきてね、お父さんはこっちでございますよなんていうね、こんな余裕があったのかなってところなんですけど、ただこの爆発をさせながら、うぃー、まったくもって爆風がどっかじゃあ痛い。私が妖怪界を牽引してきたメダマイヤ人、胸キュン、床ドン、もう一丁サービス、一緒に落ちる。まあ一緒に落ちちゃうっていうところがお茶目だったりするよね。ところでこいつは一体何のためにレオンにここまで絡んでね、だったら最初から鉄パイプでバッカーって殴っちゃえばよかったじゃないのっていう、そんな感じもしてますけど、しかもこれなんかもないですけどね。まあ、とりあえずなんかちょっと面白いから一発だけポーンって飛ばしといて、はい、あ、焦げたこれちら、おーすっげー焦げてんだ、焦げて、うわーってバコーン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 まあそんなことで、おいおい、誰だよ、こんなところで液漏れしやがったやつよ、ほんとにもう、仕方ないよね。液漏れしたっていうことには仕方ないから、もう、そういう場合はね、もうね、もう、虫、虫を決め込んでさっさと走る。虫は虫、ぽよ、ほっ、体、ドドンドン、ミスター。ちょっと、これとこれは組み合わせておかなきゃいけない。そう。ということで、ここにある、ここら辺のスノコとか、これ何を使うんでしょうね。全くもって、私何回もここをね、訪れたり、ラジバンダルしてるんですけれども、まあ、使い道のわからないアイテム等々に関してはもうね、召喚しよう。おぉ、プシュープシュー、昔ありましたね、なんかプシュープシューになったら、ダメージを食らっていくっていう仕組み、なんだっけ、バイオハザード1だっけ、ゼロだっけ、まあ、ゼロなんかもね、プシュープシューとね、出ているようなところのね、先をあなた進ませることはいけませんよって、それを止めるだけに、ちょっと遠回りじゃねえ、回り道してくださいね、ラジバンでくださいね、みたいな、おぉ、マグナムがあっちに。レオンのマグナムってそんなところについてるんだ。マグナムってつくもんじゃねえよって。くだらないことを喋ってないで、アイテム取って、で、こっちもアイテム取って、これでアイテムがパンパンになってしまったってことで、まあ、ここでね、まあ、いろんなタバコとか、ここにあるさ、いろんなアイテムとか、ね、チャカチャカってなってるけど、ここでなんかタバコ吸ってなんか仕事することってあるのかねっていうね、ボイラー室で、ボイラー、フン、ユラ、フン。昔、似たような名字の人ですごく可愛くて好きだった女の子がいたなぁ。嫁さんいるだろう、おめえはって、こんなところで電話しゃべって、あ、これあれだ、なんか何度の角度にあれだ、何かが見えるよみたいな感じで、ね、で、え、はず、シータ、寒くない、熱くないって、熱々、
つって。うん。で、ね、その声を聞きながらね、なんか、キャッキャイチャイチャしてるのを、他の、空族って、あれは海賊じゃないもんね。空族たちがね、聞いてね、ああ、ほっこりーって、僕のマグナムもマグナムになっちゃうよーとか言いながら、そんなことね、心に刻みながらね、喋って。はぁ、さて、ちょっと、星降り過ぎるのね、ダプシューって、ここでパイプ椅子でバコーン、そんなプロレスみたいなことやりばっしゅー。ここで電気つける意味あるの？おーおー、すげえな。あれはなんだ？あー、あれか。なんかよくさ、クイズを間違えたさ、芸能人とかがさ、なんか、空気砲でバッシューってさ、なんか、なんだっけ、チルドレイの花嫁。それは岡山が倉敷にあった怖いやつ。違う。知ってる？チルドレイの花嫁っていうやつ。あれなんか超怖いらしいよ。なんかね、イヤホンをしながら、進んでいく、イヤホンをして進んでいくお化け屋敷っていうやつなんだけどね。まあ、普通に怖いよね。だってさ、普通だったらさ、そのギミックみたいなやつがさ、お化けのさ、ギミックみたいなやつがさ、ちょっと近い距離でギャーワーとかって言ってくるけど、残念ながらさ、ね、イヤホンをしてたらさ、もうほんとすぐ、もう真横で叫んでるみたいな、そんな感じになっちゃうもんね。ギャーワーワーウエーってなっても、ウエッ。さあ、やってまいりました。同じね、ナンバーがたくさんひしめいている。そして、すごい。同じ天窓がついている乗用車などなど。これほんとダメだよね。ほんとダメな気がするんだよね。もう一回見てみる？いや、クレア編の時にもさ、皆さんにお見せしましたけどさ、ほら、これね。これはあれか。そう。これは7439で別のやつだから、こっちとか、これじゃないな。あれ？あ、そうそう、これ。これです。これなんか AXWW226 ってなってるじゃないですか。もしかしたらジェット通信と226って言っちゃった。26、あ、合ってるの、22。こう。でね、こっちもね、なんでそんなぼやけて逃げようとしてるんだ。そう、合ってる。で、AXWW226 でね、同じナンバーがあるっていうのはね、通常ならばありえないことですからね。なんかすごいこっちがペラーって垂れてるけど、ね、まあ、こっからですよ、ウーズが出てきて、こんにちは。坊ちゃん一緒に食べましょうって出てくるって、そんな感じですね。はい。じゃあ、こっち行きましょうか。セキュリティ知事、サウンドホーン。ファーン、ファーン、ファーン。お腹が空いた。そのお腰につけたおマグナム、一つ私にくださいな。そしたら鬼退治に行ってあげるよ。たぶん鉄パイプ持ってるとか、コンボの代わりに、鉄パイプ持ってるから、鬼さん、こちら、持てるのある、おーえーって、うえーきびだんごくれないならお前のきびだんご食ってやるよ。生きたまプレゼント。ぐえ、血液感染ってしないんだったっけね。そこってどこ、あそこはロッチ。あれなんかすごいぼやけてなかった今。ものすごいドット絵みたいな感じだったんだけど、まあそもそもね、ハンドガンでもね、5、6発撃たないと死なないね、ワンちゃんがね、わずかね2発で死ぬわけがないということで、まあ、とどめの一発、頭へどうぞ。ご協力。ビダンゴ足りた？感謝します。いや、実はここはモータロウの世界だったということで。ってことは、あなたが、川へ洗濯しに行ったおばあさん。ちょっと待って、おばあさん。あなた、そんな、何が起きてる？悪いけど、私もちょっと、山へ、どこ行くんだ？川切りに、首刈り？自分の命が惜しいなら、何を言いたいのか分からなくなってきてしまった。そして、今、奥に見えているドアが赤いんだけど、赤いドアなのにどうやって開けれるようになったんだ？貴様！そしてなぜ青くなっている？なんかあれだな、セキュリティカードじゃなくて、なんかあれだな、ハッキングしたな。おいー、確かに、逃げちゃったー。行っちゃったね。ここ、ドーンってやっといたら、こっち焦げて、ないね。おー、生きてんのか、そうか。で、君って生き返るんだっけ？あ、ちょ、助けて。あいつにもね、行動範囲っていうのがあってね、こっちに入ってくることはできない。あー、なんかめっちゃ職員の、ん？え？何これ？これ何？わっ？職員の爪と大型拳銃と破片、え？留置状態よね。これどこよ？あー、すごい分かんないところが来ちゃいましたね。うん、まあ分かんないところが来たってことで。だってここに落ちてるわけじゃないもんね。うん。ということで、さあ行こうかなと思ったら、なんか立ち上がって職員がこっちをチラッと見ている。おはようございます。お腰につけた、その無線機。あ、こっちチラッと見た。チラッ、チラッ、チラッ、チラッ。あっしゃ！あ、
前そっちに飛んでくるのかい。まあ、そろそろそうか。こっちに飛んでくるけど、お前まさかそのバックフードそこまで行くと思って。ふっしーってなってるね。やーお顔がちぎれて、こんにちは。さあ、そしてこの超狭いね、量。おー、めっちゃ焦げてる。おー、めっちゃ焦げてる。ここら辺は。おー、めっちゃ。酔っ払って、こっちがパックリ、こっちはこっちもか。え、ここまでじゃ爆風来たって。すごいっすね。爆風は、おうおう。元気だな、お前。お前だけ元気だな。まあ、これがかなり有名な留置場なんですけどもね。彼らはですね、まずね、不思議な現象が起こりますんで、先にどんなことが起こってるかっていうことをね、解説させていただくと、まずこちらにですね、留置場がですね、まず6つあります。で、奥の方に2つあって、で、さらにあっちの方にも3つあったかな ?3 つでしたかね あったと思われるんですね。で、そんなのはいいんですけれども、そんなのはいいんですけれども、まずはあっちに反対に回して、こっちはどうにか、どうにもならないですね。じゃあ、この辺で。焦げてどっか行っちゃいましたね。そう。で、ここは今残念ながらのスイッチが切れてるんで開けることができないということなんですけれども、まあそんなことはどうでもいいんですね。そんなことはどうでもよくて、何かというとですね、今彼ら全員、爆風によってですね、もう獅子粉塵ですね。もう獅子がもう、もろともろ全部、ね、ちぎれているという状態なんですね。ところが、ここで電気が回復すると、なぜかね、電気ショックビリビリ、ああ、黒丸子ゲチュラ先輩と一緒で、電気が、で、いっぱい私たち回復したよ、イェーイという状態になってですね、復活しますと。で、その状態になったら、通常のゾンビと同じようにですね、本来であれば、こうやってね、一発ナイフを切れば、お手つけで、お手つけでやるんですね。うん、なんか、手、をやってるような感じなんですけど、まあ、それはいいです、それはいいです。で、やってて、ふーってなるなら、くる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 って、で、すごい体力が、アッパッパッパウーしちゃう感じになっちゃうんですよ。で、体力がアッパ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 ウーってして、じゃあそのまま正面突破したら、ああ、ちょっと抜けることはできないなと思ってね、奥のレバー開けたらね、今度、シャタガチャーなるから、さあそっちから行こうと思ったらね、ロングコートダディーっていうのがね、こっちが登場してきてね、わあ、そんな、お前と会う気はなかったのにって、わーわーわーっていう状態になっちゃうということなんですね。誰かに食われて。で、まあ、誰かに食われてばいいかということで、食われるというよりもね、中から内臓えぐられて、出産しちゃってるんで大丈夫でございます。それはどうなってるか、今頃どうなってるかってこのね、まあ裏と思ってるんで、残念ながら時系列が一緒に進んでいるってことはないんでね。じゃあ誰が駐車場を開けたんだっていう話ですからね。駐車場を開けたのはね、裏だったら裏でね、まあレオンちゃん、ああなんか誰か来ているっていうことで、じゃあ取引しないかってことなんですけどね。まあここまでね、まあロングコートダディ総長がね、こっちの方に向かってきてるんだからね、なんで最後までレオンのことを追いかけていかないでね、こいつの頭だけバッシェーってね、ナシリルブッシャーってしたいう状態でね、どっか行っちゃったのかなっていう。囚人みたいなもんだ。いろいろと不思議空間、あれ雨あられみたいな。あるんでね、まあそこら辺があれなんですよね。来やがった。おい。ということなんですね。何を勘違いとも言ってないで逃げるぞ。こいつがいるんだろう。ということでございます。さっさとここから出してくれ。まあさっさとここから出してくれ。わあ。怖がりだ。ということで、はい、それじゃ。うえでで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 。ちぎれちゃう。ちぎれちゃう。あ、ちぎれる前に砕け散る。嘘だ。ちぎれちゃった。嘘だろうって。でね、もう一個問題がある。あ、もう一個疑問があるんですよ。おい。おい。おい。なぜロケットランチを持っているのに、こんな鉄格子一つぶち破ることできない。そしてお前どこによって今までって、ね、先に行ったのによってパソコンに一体何が起きたのか。一瞬のことで。ここで。そんなこんなでね、まあいろいろとベラ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 の先に散らかしていただいてね。知りたいの。知り合い。気づいたら、もうなんか情報提供者目玉という名のね、きび団子が出てきて、ね、私の捜査に必要な情報を持ってた。誰だっけ。それじゃあこの男。ベンちゃんか。ベンちゃん。ベンチベンチ。また何も言わずに行くのかよ。戻ってきてセクハラよ。ダメよ。名前すら知らない。てこのコートを脱いでからにして。俺はレオン。コートを脱ぐのは私の仕事よ。その方があなた興奮するでしょ。出口を探すのね、レオン。なんで女の人ってこんな大きいなんか虫みたいなサングラスをかけるんだろうね。エイだよ。アダモン。惚れたな。取引成立か。パーキングパーク。ということで、こちらを拾っていって、やっていきましょうか。ということで、まあ、このままね、もうちょっとね、一つ一つやっていきましょう。で、なんかいろいろとね、うん。まあ、ここに留置場でね、捕まったのと、この、捕まったままゾンビになったのか、それともゾンビを捕まえてここにぶち込んだのかっていうところがね、怪しいところですよ。怪しいというか、よくわかんないところですよね。まあ、でもよく考えると、おっと、お前どこにでも現れる掲示板やな。紙が3枚くっつけてて、1枚は、1枚はそのままビリビリって破れているっていうところですね。はい。まあそんなことを言いながら、上の方から何か液体がプルプル垂れている。あよ。おっとぅ。んで、こっちの方に進んでいって、まあ、
ここをね、無事クリアすることができたら、まあ、元に戻りやしょうぜって、だんなーっていうところなんですけども、こっちの方に行ったとて、まあ、特にね、やることなんかラジバンダリーということで、まあ、こっちの方からね、ワンワンオー、ワンワンオーっていう、ワンオーいるのかな？うん。まあ、ワンオー、ワンオーがいた、誰かの何かのマークかな？あれ、ちょっと待って。あれ、アイテムを取るのが、またアイテムを取るのが F じゃなくて、もうクリックになってる。ああ、ちょっとごめん、どっちでも行けたわ。はい。で、皆さんお待ちかねのですね、はい、こちらから、伏せ。あ、伏せ。あ、間違えた。お手、伏せ、待て。お手伏せ、待て。お手伏せ、待ての間はここら辺かな？ We are, shall we are? 全員伏せ。あーい。なんだ。ああ、これは紹介したことありましたね。はい。全員伏せになりました。ということで、お手と待てをね、探さなきゃ、伏せ、お手、待てを探したから、今度はあれですね、おかわりとチンチンを探しに行かなきゃいけないですね。おかわり、チンチン。あ、びっくりした。なんかあれこんな作れたっけ？お？おー、おはようございます。仕事をおったらかしにしてそんなところで寝てるから、あなたはとてつもなくサボりまー、危ないですね。あ、でも原型とどまってんな、それ。はい、オッケー。で、原型とどまらせるのはその非常に良くないことなので、とどめをさしておきました。ということで、これを拾っていきましょう。あ、ちょ、まあ、落ち着きなさいよ。まあ、落ち着いて合体させなさいよ。人間合体させることが大事です。ディンギ。さあ、ちなみにさ、まあ、こいつゾンビにならないはずなんだけど、ちょ、ここでやっといたら、ああ、見るも無残ですからね、なってるな。ごめんね。うわー、骨が飛び出してるわー。ごめんなさい、すいませんでした。よいしょ。お前もなぜそして焦げている、おかしいだべー、ドゥン、ウェー、ドゥン。腕をほったらかしてね、もう本当にかわいそうだよねって言って、いろんなね、これね、多分これまで亡くなってきた方々の写真なんだろうけどね、うん、こいつに関しては本当に顔なの、なんか仮面みたいな感じが、ああ、出た、朝原、伺いる。同じ人物がいるぞ。それでさ、ここにも同じ人物がいるぞ、こっちとこっち、同じ人物がいるぞ。それでさ、ちょっと待って、同じ人物が大量発生している。同じ写真の使い回しってことはもう全部、おおってことかな、あそこが感度がいいぜ、みたいな、そんなことをいろいろ言ってるのかな。クーラーボックスに足突っ込んで、まあね、暑い日が続きましたからね、まあ、今、冬に近づいてきてね、もう、だんだん寒くなってきてるから、あれですけど。ということで、くるくる、一本指で拍手、くるくる、二本指で拍手、ごちょ、くるくる。こっちには何も、いるんじゃね？発射！手前発射！稲下げで。ちょっと待ってよ、本当に、あれだね。チンチンおかわりがいないから寂しいな。チンチンおかわりどこやろ？決して卑猥な意味で言ってないですよ。卑猥な意味ではなくて、単純にあれですよ、犬にね、やってもらう芸の意味で言ってますからね。そりゃそうっすよ。まあでも、うちの、もともと飼ってたね、ワンちゃんはね、コーギー犬だったからさ、まあチンチンをすることが、まあ、骨格上無理だよね。だって、胴長短足のやつだからね、立つことがまず難しいってね。安養が上手ってね、無理やり立たせたりとかしてたけど、あれも本来はね、腰に良くないんですよね、ワンちゃんのね。これいつ行ったな。だから、こっちかな。あ、いけたね。ビギン！さあ、電源がついた。さあ、一体何が待ち受けているのだろうか。おかわり。あ、おかわり来た。おかわりが、おかわりぴょんぴょんしてる。おかわりちょうだい。おかわり！飛びすぎたぜ、おかわり。元気だな。おかわり飛びすぎると、ああいう状態になっちゃうんですね。で、こう、なんか、あの下から抜けてきたっていう、そういう、一応作りになってる。おちょー！チンチンもいたー！チンチン！こっちから飛んでくるやつもいるかな？チンチンがいて？あ、いたー！お前は名もなきファラオも！ファラオって。ファラオって。こっからもドーって出てきて、あー、いっぱい出てくるー。お前は大体誰だー。もうよくわかんないから、もうあとから出てきたやつ、後から出てきた2匹もキジと猿でいいや。キジ猿ということにしとこう。さて、こっちの方に向かっていくと、クレーンでイチャイチャ、キャッキャイチャイチャ、射撃場で、
俺のマグナムお前にぶち込んでやろうかーって。うわー、二人とも同じ歩みしてる。多分お互いに腰をフリフリしすぎて、あれだね、まともに歩けなくなってしまっているって、そういうあれなんだろうな。ちなみにさ、これさ、こっち開けといて、まあ、こっちバーンバーンって来てくれたらいいんだけど、あ、めっちゃいるわー。めっちゃいるわー。来る？あれ？来ない？めっちゃ来ない？全然来ない？あれ？向こう、あ、ちょ、嘘やん！嘘やん！ほんまに？ドアの向こう側で、ダメージ黒手死んどるがな。萌え萌えピピピ、萌えピピピってやつやな。まあ、そういうことも、より起こる。まあ仕方がないよね。もうこんなところでね、あのキャッキャイチャイチャしてね、あの射撃場でね、あのね、ま、的とね、あの射的をね、あの一緒か、まあ、あのどっちかが撃つ方でどっちかがあの的になっているということでね、はい、まあそんなこともありつつということでございましたというあれですね。あれここに、あれちょっと待って、あれチンチンの下になくなってるやん。はい、じゃあこっちの方登っていきましょうか。でこっちの方に行くとですね、まあいろいろとね、まあ初めてここにね、レオン君が来た時にはなかったはずのものがバーンとね、あの待っているということなんだけど、果たしてどうなっているやん。チラチラで、まあこれでもね、割れることのない激しい強すぎる窓ということなんですけれども、まあこの先に、あーたたた、これね、この先に進んでいくというのは、まあ次回のお楽しみに来ていただけたらというふうに思います。ということで、とりあえず、こいつを預けて、あ、じゃあ、こいつ預けない。こいつは一旦預けておく。こいつは使う。こいつはいらない。こいつも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 、はぁ。で、グリーンハーブだけ持っといて、貯金。オッケー。こいつをこうして、こんな感じってところですかね。はい。じゃあね、今回のツアーガイド、ツアーガイドならぬね、ただのテンションの高いクソジジイということだったんですけれども、最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。またね、次回パートで皆さんとツアーガイドできたら幸いでございます。では、次回パートでお会いいたしましょう。チャンネル登録、グッバイもよろしく。バイバイ。